はい、タトンです。カスタムティキティキウクレレのカスタム、C じゃない、カスタム S だ、ソプラノなんでカスタム S のマンゴー、ちょっと弾きます。がいいのは分かっていただけると思います。こちらが、まあ、カスタム品としてですね、発売されます。ティキティキウクレレの、カスタムソプラノ、ウクレレでございます。ボディ自体は1920年代のマーチン、スペックを元に、型を取って作ったモデル。そして、14フレットジョイントになってますので、ハイエンドまでしっかり弾けるように、この辺は新たに試みております。で、シバントブリッジに関しては、こちらは、黒炭エボニーを使っておりまして、ヘッドの化粧板はもちろんマンゴーのトラメが綺麗に入っております。ペグは UPT ペグ、これは5等のペグなのですごく使いやすい、今一番、まあ、標準として上位機種にはついている、ペグかなと思っております。そして、バインディングは別光柄のセルで、作られていまして、なんとですね、まずサイドか。サイドのトラメも非常に、こだわった、作りに、させていただいております。トラメも非常に綺麗に出ている。まあ、絶対見てわかると思います。そしてバックの木目もまっすぐにこんなに綺麗に、マンゴー材で、作られているものっておそらくそんなに見たことないんじゃないでしょうかね。まあ、奇跡的にも、木がやはり大好きなので、ここの部分が取れましたといった、感じで、なんとワンピースに、なっています。ブックマッチで通常作りますけど、1枚の板で作っている、ワンピースのマンゴー、そしてぐわーっとこう通常荒々しい木目がマンゴーだとあると思うんですけど、メイプル、キルトメイプルのようにこんな横虎の綺麗なものはまずないでしょうってしっかり言えるぐらいの、木材を使っておりますので、かなり木の好きな方にもとっても、いいんじゃないでしょうか。また、カラーリングもね、もちろんナチュラル、ラッカー仕上げになっておりますので、木目のまんまですね、になっているんですけど、どんどん色濃くなってくるとかなりオーラがより木目もしっかり出てきそうな、一本だと思います。振動率も良くするためにフィンガーボードはここ3ミリにセットしたりだとか、いろいろやっぱりスペック的にも努力をして、作られているウクレレなので、
多分弾いてもらうと本当はねこの良さに分かると思います。あの右手のテンション感というか右手中心の演奏ができるとやっぱりプレイアビリティが上がるっていうのは分かると思いますけど、かなり、左手の負担が少ない、設計になっているし弦高もかなり、低い状態になっております。ここのネックもね、ここポコってしないですから、スルッと入りますから、こう先まで入ります。まあずっと弾かないですけどね、あんまり。ここが一番の音ですね、一番高い音。軽く弾くだけでも十分楽しめる、そんな一本でございます。こちらがですね、プレミアムグレードの、マンゴーウッドを使って、作られましたティキティキウクレレカスタム S のマンゴーでございます。ワンピース、モデルとしてはなかなか、見かけないと思います。ぜひ、お問い合わせくださいませ。コロナウイルスの影響で外出れなくて自粛されている方、お電話でもバンバンお待ちしておりますので、お電話いただければと思います。それではタンタンでした。バイバイ。